こんにちは、みなっちです。今日はハードオフでやっていたクリスマスセール、今日はジャンク品が 30% オフということで行ってきました。買ってきたものを紹介します。今日と明日がジャンク品 30% オフと予告が出ていたので、わざわざ時間を作って開店の10時半に行ってきました。でレシートがこちらになるんですけど、レジを通ったのが12時16分なんで、だいたい2時間弱滞在してこれだけ買ってきました。このハードオフはいつもパソコン系でいいものが見つかる店なんですけど、今日はちょっとノートパソコン系が何も買えなかったのと、あと本当はもっと5000円分ぐらい買おうかなと思ってたんですけど、まあこれだけしか買えませんでした。まずはこのミニタワーのデスクトップパソコンを紹介します。まあ、写真を横に載せておきますが、未チェックで HDD とメモリーがありません。部品取りにどうぞと書いてありました。今のデスクトップパソコンにチャレンジしてるんですけど、まあ、何しろデスクトップパソコン持ってなくって、ネジとかがないとかケーブルがないとかいろいろあって、まあ、本当に部品取り用のパソコンが欲しくて、こいつを買ってきました。背面はこんな感じになります。デジタルの映像出力があるなぁと思ったぐらいで、あんまり情報はわからないんですけど、ミニタワーなんでネジとかいっぱい入ってたらいいなぁと思っています。続いてこちらのメモリー、同じものを2枚買ってきました。100円の 30% 引きで1枚あたり76円だったんですけど、ちょっと動くかどうか心配です。でメモリの動作確認を兼ねて、さっきのミニタワーのデスクトップパソコンにさせるか試してみようと思います。中身はこんな感じになってます。 NVIDIA と書いてあるのはこれはチップセットですかね。あと CPU のファンに AMD と書いてあるんで、 AMD の CPU が載っているのかもしれないです。電源は 400W って書いてあります。まあとにかくメモリを挿せばいろいろわかると思うんで挿してみます。ここで悲しいことに気づいてしまいました。 DDR2 のメモリが刺さりません。多分古い DDR のメモリじゃないとダメなようです。ちょっと調べてみたところ、マザーボードは ASUS の A8NVMCSM という2005年10月に発売されたマザーボードのようです。ちょっと電源が入るかだけ試してみようと思います。スイッチをオン、電源は入るようです。ちょっとメモリが入ってないんでビープが鳴りますが、ちょっとメモリを買ってきます。さっきのミニタワーは本当にネジとかケーブルを抜くために買ってきたんで気にしてないです。次に行ってみようと思います。こいつは、デルの、メーカー製のデスクトップパソコンです。スリムタワーっていうんですかね、はい、こいつはちゃんと動いてくれるかなと思って買ってきた、パソコンです。お店に置いてあった時の写真がこちらになります。このボストロ200は多分3台ぐらい置いてあったのかな。で、なるべく綺麗なものを買ってきました。コア2デュオのシールと、Windows Vista のシールがあったんですけど、あとはあんまり情報は分かんなかったです。でボストロ230というのもあって、多分あの DDR3 世代の新しいペンティアムが載っているボストロも1500円ぐらいであったんですけど、まあ、そうするとまたメモリとかも買い直しになるんで、コア2デュオ世代の、こっちのボストロを買ってきました。そもそもなんで動くデスクトップが欲しいかというと、ちょっとマザーボードから自分で一から作ってみようと思ってチャレンジしてたんですけど、全然うまくいかないんで、あの以降もうちゃんと動くやつを最初から1個買っておこうと思ってこいつを買ってきました。なんでこいつはちょっと動いてくんないと、困るんですが、メモリをまずは挿してみます。それでは必要最低限つないだんで電源を入れてみたいと思います。デルなんで多分 BIOS は F2 だと思うんですが、電源を入れます。スタート。動きましたね。で F2 を、あ、メモリのビープが鳴らないんでメモリチェックは通った感じ。ここまで来ればメモリはいってると思うんですが、はいはい、入りました。でシステムインフォで、CPU が Core 2 Duo の E8400 の 3GB というのが載っているようです。これ結構いいやつじゃないですかね。メモリも2048ちゃんと認識されてます。これは嬉しいです。76円で買ってきたメモリがちゃんと動作すると思います。2枚買ってきたもう1枚のメモリを載せていきます。お、いいですね。
これはいけてる感じがします。で、BIOS でエンター。あ、メモリが4096メガということで正常に4ギガ認識されました。で、このデスクトップパソコンもちゃんと BIOS が立ち上がったんで、正常に使える可能性が高いと思います。 BIOS 画面がこちらになります。さっきちょっと見えてなかったと思うんですけど、 CPU の情報とメモリの情報が載ってます。結局700円の本体とメモリ1枚70円か2枚、税込みで972円でこれだけ揃ってしまうんで、ハードディスクは余ってるのがあるんで、あと Windows もこの間ネットブックで失敗したプロダクトキーがあるんで、もうこれでもう1台組めちゃうなと思うんで、早速これはやっていきたいなと思います。次にグラボを3枚買ってきました。108円、324円、540円のそれぞれ 30% 引きになります。本当は PCI Express のグラボ買いたいんですけど、1000円以上のものしかなかったんで、ちょっと AGP のやつで、買ってみました。なんか世の中にはグラボ沼とかいうのがあって、ちょっと100円300円500円の比較みたいな動画とかもやってみたいなと思って買ったんですけど、まあ、そもそも AGP の、マザーボードがないんで、ちょっとその辺から揃えていかなきゃいけないんですけど、まあ、いつか動画で使ってみたいなと思います。最後にレンズで、キヤノンのレンズ FL135mmF3.5 のレンズになります。見ていただいたら分かると思うんですけど、汚れやカビがあるもので、さらに後ろの、ここのレバーがちょっと壊れてる感じになってます。でもこれで値段が500円の 30% 引きということでした。キヤノンの単焦点レンズなんで、ちょっと掃除してあげたら綺麗に写ってくれるんじゃないかなと期待はしています。今日行ったハードオフでちょっと気になってるのがこちらの写真になります。 Core i5 が載っていて、 Windows 7でプロダクトキーもちゃんとついている一体型パソコンというのがあったんですけど、これが2000円の 30% 引きだったんですね。ただちょっとこれ使い道ないかなと思って買っては来なかったんですけど、まあ、CPU だけでも元が取れちゃうんじゃないかなと思うぐらいだったんで、ちょっと気になってはいます。今日買ってきた中では、このデルのボストロ200というデスクトップパソコンと、あとは今この中入ってますけど、メモリー2ギガ2枚、1枚76円で買ってきた、あの2枚がすごい当たりだったかなと思います。ちなみに前に紹介したこの324円の2ギガのメモリなんですけど、これは動作しませんでした。ここに×って書いてあるんで、多分前のオーナーさんがこのメモリはダメだということで×を書いたんじゃないかなと思います。なんで今回はちゃんと動いてとても嬉しいです。ハードオフのクリスマスセールまだ続いてるんで、他のお店も回っていいものないか見ていきたいと思います。さっきのミニタワーのための、メモリーも買ってこなきゃいけないんで、この後時間を作って回りたいと思います。今回の紹介はここまでになります。また他のお店とか回っていいものを見つけて紹介しようと思ってますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。